の力を感じます。あの、わかりますか？切なくなってきてしまって。
この衣装は人ならざる者の服なんです。帰らぬ思い人を待ち焦がれる悲しい恋の象徴。悠久の時を生きる彼女にとって人の一生はあまりにも短い。もしかしたら彼女の思い人はもう。そんなことを思ったら私なんだか涙が出そうになっちゃって。そうなんです、花のモチーフ一つ一つにもいろんな意味が込められてるって聞いて。あ、待ってください、まだ私の中で考察が終わっていなくて。今答え合わせをしてしまうのはもったいないと言いますか。はい、お願いします。それで代わりというわけではないんですけど、もしよかったら私なりに考えた衣装の設定の考察聞いてもらえませんか？本当ですか？ありがとうございます。それじゃ最初はこの衣装のテーマからなんですけど、今の私は物語に例えるならばまだ第一章の始めでしょうか。あ、プロデューサーさん、お疲れ様です。心配させてしまって。あ、実はさっき怪しい横道を見つけたんです。私ずっと気になっていて、そして気がつくとまるで何者かに導かれるように私はその横道へと足を踏み入れていたんです。でもその先はただの行き止まりで変わったことは何もなかったんですけど。は、確かにそうですよね。深い森の中、そこにどんな魔物が潜んでいるのか分かりませんもんね。わかりました、気をつけます。あの、それならお願いしてもいいですか？プロデューサーさん、今日は絶対に私から目を離さないでください。そうでないと私どこに行っちゃうか自分でもわからないので。今日の演技の成果もなんですけど、なんだか私ぼんやりしちゃって。見ていてくれるなら私も安心です。もし私が今度こそ本当に導かれて不思議な場所へと呼ばれるようなことがあっても、プロデューサーさんと一緒なら
何も心配ないですもんね。